ゲート展での作品です。布張絵画を出発点として本来透視画面として想定されている画面の布が透明のスクリーンになると考え、100号 F の木枠に厚手の透明ビニールを貼りました。画面を透明にすると後ろに現実の絵画が見えてきますが、それが人工的に板壁を作る必要を感じたというところから、そのバッグの後ろに木の板を貼りました。これが1作目で、その構造を文字通り解体すると透明な画面ですね、ビニールシートが床に落ち、壁の上に板壁、木のパネルが残ることになります。こうして分解されたそれぞれの要素が、この後の彦坂の作品展開、フロアイベントとウッドペインティングの素形となっている点は注目すべきでしょう。はじめにすべてありきをモットーとする作家の原点は、制度や歴史をめぐる思想のみならず、作品面でもバリケードの中にあったのです。特に注意したいのは、作家本人が指摘するように、絵画が現実の床に還元されるのではなく、透視面をかぶせた床が現出する点で、床の上のビニールシートがフロアイベントにつながっていきます。情報アートとしてのフロアイベント写真展は実現しませんでしたが、71年の個展レボリューションでのフロアイベントナンバー2の実施に際して、1970年の写真を用いた案内はがきが制作されました。ラテックスを巻いた部屋の光景をオフセットで白黒印刷、その上にシルクスクリーンを用いて赤い文面を記載しています。美京都レボリューション委員会の個展シリーズでは、他の作家の案内はがきも作っていますが、堀光さんや山中信夫、画面で入ってますけれども、白地に赤のシルクスクリーンで、展覧会情報だけの記載なので、彦坂の案内状はメールアートとしての作品性を際立たせています。美京都レボリューション、すみません、1971年のプロイベントナンバー2は再演に相当しますが、71年7月号の美術手帳に展評会高松二郎を含む28人の観客の存在があり、最終日に観客と一緒にラテックスの被膜を引き剥がした展開がマイナーな変装になります。これ以降、単一行為としてのプロイベントではなく複合形態が始まります。まず1972年にギャラリー京都のギャラリー16で開催したフロアイベントナンバー3は、彦坂直志3つのイベントのうち、床を見るイベントのフロアイベントが、物を運ぶイベントのデリバリーイベントと複合されました。友人を動員しての作業やリボリューションと対処した梱包箱やトラックも含めて、私の考えではバリケードの体験の延長ということもあるのではないかと感じます。変装のポイントは自宅の部屋の移動です。部屋が場所が移動することで、初演と再演が自宅というサイトスペシフィックなイベントであったのが、3度目の上演の京都展では自宅の自室を運搬することでサイトスペシフィック性をも輸送したことになります。1972年5月のフロアイベントナンバー4は、自宅に戻り、自室の天井の杉板を両親に黙ってゲリラ的に叩き割るシーリングミュージックナンバーワン、もうめちゃくちゃですよね、本当にね、との複合で自宅個展を構成し、引き続きルナミガロでのカーペットの絵の裏返しと位置を変えて変装されていくんですけれども、72年6月にルナミガロで行ったカーペットミュージックミルククラッシュは個展ではなく、これはグループ音楽会への参加です。実質の畳は、利根安直のアパートの部屋のカーペットに置き換えられ、これ、利根さんのアパートからみんなで担いでカーペットを持ち出しているところですけれども、他の参加者の演目の幕間にカーペットを裏返す、狭いところですから、お客さん座ってある方ってあるか知りませんけれども、乗ってはりますから、それ動いてもらってカーペットをひっくり返すわけで、そのとの複合で、コンサートの最後にラテックスを流しました。それまでは幕行為に過激なジェスチャーはありませんでしたが、暗がりで満員の観客の足元に数人で周囲からラテックスを流すというのは審判行為でして、アンモニアの強烈な臭気により暴力性が倍増、顔を手で覆っている女性がいますから、足についたら嫌やなと思って困っている男性も左の方にいますけれどもで、これやらしいですからね、ついたらゴムですから。でタイトルにあるクラッシュは、文字通りの凄まじい音というよりは、アンモニア臭の急激収穫への攻撃さの凄まじさで、観客から怒りや混乱の反応を引き起こしました。
カーペットを裏返すという覆しという暴力性との相乗効果で観客に強い印象を与えて思い切った変装です。この展覧会については峰村先生が美術手帳で伝票をなさってますけれども、美術手帳の1900あれちょっと待ってくださいね。あ、これが過激になっているところですね。はい、この次が美術手帳1972年10月号に掲載されたインストラクションですけれども、これは床、海、道具の3部構成でギャラリー16 の展覧会の3部構成のインストラクションを拡張したものです。特に床の項目を読んでいくと、見るという行為の指示である以上に見ることに比喩的に意味されている認識の指示になっている点に注意したいと思います。この点がフラクサス系と、例えば小野陽子のインストラクションがいわば植物的な行為の指示であるのと少し異なるでしょう。さて、1973年の田村画廊での柴田雅子との二人展はデュエットシリーズの構想によりアフェクトグリーン・ミート・フロアイベントということになります。現代美術に色がないと考えて緑のキャンバスを制作した柴田のアフェクトグリーンの延長として彦坂の自宅で家具などをコンプレッサーで丁寧に緑色に塗り画廊に運搬、つまりデリバリーイベントになるわけですけれども、画廊ではラテックスを巻いてアフェクトグリーンがフロアイベントとミート出会うということになります。1975年パリビエンナーレに出品したフロアイベントミルククラッシュはフロアイベントとデリバリーイベントの複合で事実上京都の再演にあたります。ただし海外を目的地とする移動距離の増大により引っ越し作業の手続きは複雑になります。また初の美術館でのプレゼンテーションになったことが大きな変化です。主催側が8畳相当の小部屋ではなくオープンなスペースを用意したため鉄パイプを組んで部屋の輪郭を拡大した台をデザインして実質を模擬再現しました。変装の荷物のうち畳が検疫で通関不能焼却処分となります。スライドはパリへの送り状 の品目のうち畳が記載されている部分を囲んでいます。彦坂は自らの足場を象徴していた自室の畳を失い、またフロアイベントに内在していたサイトスペシフィック性の根拠をも失い、結果として外力により第一系列に終止符が打たれることになりました。で、もう大急ぎで第一系列をまとめたんですけれども、第二系列の方は一応時間 の都合上ちょっとリストをお見せして次に行きますけれども、フラワーイベント第一系列の成立と展開を理解するための関連事項というのはいろいろなレベルで見出されます。それらは彦坂なよしの個別作家論の中でのマッピングとしても重要ですけれども、大きな枠組みで考えるとフロアイベントを日本美術史、さらには世界美術史の中でどうマッピングしていくかということにつながります。で、個別作家論ということではフロアイベントの理解なしには彦坂論は不可能ですというのが私の見解です。で、その理解の有効な手段が主題と変装局という考え方で、変装の構造自体がさらなる展開をオープンに可能にするので動く標的の動きが追跡できるようになりました。で、これはずっと もう説明できないんですけれども、グリーンで入れてるところは最近 これを最初に作った時から の新しい部分で、変装っていうのは便利でいくら動いてもとりあえずどっかへはめていけるし、はめていけなかったら新しい項目立てればいいので、あんまりお付き合いするのが怖くなくなりました。だってね、分かったと思ってね変わられると本当に困るんですよね、歴史家ってね、生きてる作家扱ってるとやめりゃ一人好きだからやっちゃうんで困りますよね。で、フロアイベントを日本美術史に位置づけるためには、そもそも日本の60年代美術をどう捉えるか、すいませんね、こちらで70年代美術と言ってるのは私が60年代美術と言ってますから、そういう大問題から始めなければなりません。で、私は講義の60年代、広い意味での60年代を考える立場で、フロアイベントはその最後の5年間、だから1954年から74年の最後の5年間に重なっています。さらに彦坂と日本の60年代を世界美術史に接続していくためには、コンセプチュアリズムが一つのキーワードとなるでしょう。コンセプチュアリズムは日本では概念芸術として批評された側面のみが考えられているようです。
しかしコンセプチュアリズムは講義のフォーマリズム、つまり美術を用途形に還元していく立場へのクリティックとしてあるのみならず、美術の制度そのものへの批判を重要な契機としてはらんでいる点で、近代的芸術観からの離脱でもありました。この点でバリケードの中から展開したフロアイベントは、今お見せしたような展開から普遍しうるように、潰れて制度批判的なコンセプチュアリズムの作品にもなっているということで、これは1999年にクイーンズ美術館でグローバルコンセプチュアリズムというのがあったんですけども、その時にカタログの表紙になってしまったということで、とりあえずこれで終わります。どうもありがとうございます。